チキンがちょっとチキンがすごい存在が普通に美味しいよね。普通に美味しい。でも多分これをタリーにある普通のベジのサブジーとかでやるとちょっと違うからな。だからさやってるからなんかもう外から見えなくしちゃう。もうベジタリーノンベジの店はもうどんどん排除されていく傾向。100ルピー分のチキンカレーを買う。前からやってみようと思っていたインドで食うならこれでしょっていうのをこれから食べる。さあ食べよう。茹でただけのうどん。熱々熱々。100ルピーで買ってきたチキンカレー。これはもうそのままインドの屋台のカレーをそのままいく。チキンがちょっとチキンがすごい存在感でちょこっとだけこういうものを、ちなみに上にちょろっとかけたのは玉ねぎの芽。玉ねぎを育てるだけです。葉っぱのために葉玉ねぎね。さあインドのカレーでカレーうどん一回やってみたかった。インドカ本物のある意味本場のインドカレーうどん。やっぱただのカレーだからやっぱ魚介系の出汁が入ってるから日本のやっぱカレーうどんのカレーって違うのねきっとね。だけど全然 OK です。キャベツと玉ねぎのでこれは自分で作ったドレッシング。ちょっとさっぱり系というかこれがねまた幅を大きくしてくれた僕をね。ローステッドセサミオイル何回も言ってるけどそれからまだもうちょっとあるのでお浸し、和っちゃ和だよね。カレーうどんってインドにはないからインド人は食べないからカレーうどんって和食だよねきっとね。和の文化だよねきっとね。でカレーうどんにあんまりチキンって入ってないよね。チキンカレーしかないからさ。ちょうどねこれ一回屋台のカレー比較をした屋台の2軒目の方のカレーなんだけどお店の感じがいいのよ。2店舗屋台比較した時は1軒目のが美味しいって言ったんだけど1軒目のさあの動画で触れなかったんだっけ。1軒目の美味しいって言った方のチキンカレーってなんかもう焦げた骨みたいなのしか入ってなくて肉が全然なくてあんまりいってない。で2軒目の方はこんな感じで肉もすごい太っ腹で入れてくれるからで100ルピーだし美味しい方の店はね感じが悪いね。というわけで本場インドのインドカレーのカレーうどん、それは普通に美味しいよね、普通に美味しい。でも多分これをタリーにある普通のベジのサブジーとかでやるとちょっと違うだろうなっていう。だから肉系のカレーでやればいいし多分一番いいのはケララとかのシーフードのエビカレーとかイカカレーとかもしあれば魚カレーはちょっと骨が邪魔しそうな気がするけどエビカレーでやったら美味しいかもしれないね。そんな気がした。インドで食べるカレーうどん本場のカレーのカレーうどんでした。インド製のうどんフラットヌードル平らなうどん1袋 Amazon で50ルピー75円サーブにって書いてあるね。2食分になるので1回分は25ルピーだから40円しないぐらい。玉ねぎこんだけ買って10ルピー15円。キャベツ1個20ルピー30円。インド製野菜チョッパー129ルピー大体200円。インドの酢45ルピー70円ぐらい。アマゾンで買った8って書いてあるソヤソース、醤油っぽい味だけど醤油で日本人にとっての醤油ではない。600g で200ルピー300円。インドでごまオイルセサミオイルって買っちゃうと生ごまオイルなので全然味がしないからローステッドで買わないといわゆる日本人的なごま油にならないこの高いローストしたごま油353ルピー高いよね。250ミリ500円。ココナッツの殻を使った、お椀的なもの小皿小鉢1個200ルピー300円。何度も黒じゃないのが送られてきて結局別のところに買い直したりとかして結構大変だった。丼2個で300 9ルピー450円、2個で450円。砂糖、ザラメだと大した金額じゃない。1キロ買っても数十円。箸2本セットで136ルピー200円。今日も全部インド製。ソイソース、インド製醤油と砂糖だけ。味の素ちょっと。はい。小麦粉のその溶いたあれにキャベツを入れてからもほぼあまり混ぜない。だけで十分ふわふわになる。だから結局何？